もうここで終わりやと思ったのにさ、何何、やめてよそういう変則的なパターン。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。次ラストじゃない？渡り合い渡るドラゴン。はい、来たー。どうも。そうか、君がアユナ。俺はドラゴン使いの渡る、四天王の大将だ。知ってるだろ、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。捕まえるのが難しいけど、うまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし、小手先の攻撃も無駄さ。あ、攻撃じゃないわ、回復してない。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾巻いて帰るかい？あいな。そんなわけないやろ。そんなキリッとされてもね、急激に。渡るってなんかもうちょっと高青年な感じじゃなかったっけ？こんないかつい感じやった？お、シードラ。ってことはとりあえずピカチュウで行こうか。ピカチュウ、ピカチュウ、リザードンじゃちょっとね。カメックスもまあ出番はないかなって感じがするけど、まあ大丈夫か。回復。おいしこい。あ、そっか、ドラゴンっていうか飛行タイプも多分多く持っとるけん、ピカチュウでも十分いけたりとかするか。うお、結構なダメージ。雷お願い雇って。おいし、いける。耐えるかな。あ、一発やった。だって海竜もさ飛行タイプ入っとるやん。ドラゴン飛行やろ多分。ペラ、これもピカチュウでいけるね。オッケー。私多分ドラゴンは同じくドラゴンタイプに弱かったと思ってけん、リザードンでいこうかなって思ったんやけど。あー、やめて、マジで。あー、ですよね、ですよね、効果抜群だよそりゃ、地面だもの。ってことはちょっと待って、マジか。このタイプにも効果抜群じゃなかったっけ、地面って。違った？めっちゃ危険やん。ちょ、待って待って待って。竜の怒り、竜の怒り。あー、ほら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 、辛い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 。ですよねー。竜の怒り。あ、全然や、やば。あー、死にそう。死にそう。ちょっと待って。え、何？何で行けばいいの？ここは何で行くべき？不思議花。てか一旦ここ出して、あ、でもピカチュウな、自信やられたらピカチュウ一発やもんね。とりあえず回復させるけど、え、草タイプも岩ってちょっと苦手じゃなかったっけ。え、待って、苦手だらけやん。死にそう。死にそう、やばーい。とりあえずちょっとピカチュウ回復しておいて、あー大丈夫や、草は大丈夫か。あ、なるほどね、ならいいんやけど。え、じゃあちょっと花びらの前、メガドレインぐらいの方が良かったかな。あ、全然一発やったね。やったね。ギャラドス。あ、もうここは不思議花のままでいけるよね。水タイプも入ってるやつ。よし、来い。でも思ったよりレベル高くないね、最後も。花びらの舞。あと一発いけば。あ、でも効果抜群にならんかった。水タイプは入ってないってこと？ドラゴンだけ？まあいいや、とりあえず、花びらの舞で。お願い、ちゃんと、ちゃんと。あー、混乱してる。やめてよ。頑張って、ほらメガドレイン、メガドレイン、回復も兼ねて。あー、ちょ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 、しっかり。あー、やられてしまう。不思議花がやられてしまう。ピンチで泣きそうだから、ほら、お、溶けた溶けた溶けた、おいしいぞ。ふう、これでね回復も兼ねて、オッケー。
とちょっとでレベル上がりそう。お、ゴローンレベル67。あ、リザードンか。これはちょっと入れ替えんとね。あ、ここでカメックスか。ここだ、ちょっと回復しとかんと。出して、速攻でちょっと回復しよう。よし。そっか、リザードンも持っとったんか。待って、麻痺ってるんですけど、カメックス。そっか、麻痺のまんまやったっけ。はい、カメックス回復。からの、ちょ、バブル光線をね。あー、大丈夫か、耐えれるか。回復光線。あ、全然大丈夫や。よかったー。バブル光線。お、いいぞいいぞ。避けることもできないぞ。よし、あともう一回攻撃が当たれば大丈夫。ここに来て麻痺。お、ナイス。いいね、息が合ってるね。イエーイ。で、ラストは海竜やろ。お、不思議花レベル63。お、いいよ、ナイスよ、カメックス。ってことで、ここでピカチュウだね。頑張ろう。大丈夫かな、地面技とかこんかな。はい、来た、ラスト。さあ、ここで雷だ。あれか、満タン、満タンっていうか元気の塊。待って、マジで強やば。え、ここでリザードン出したら死にますよね。え、なんだ、ちょ待って、一旦ゴロン出して、リザードンの回復をして、リザードンを出そうかなって思うんやけど。え、やば、怖っ。何が起きたの今。はい、リザードン。どうかな、岩なだれとか効くんやっけ、ここって。あ、激凛やったんか。なるほど。お、でも相手混乱したよ。さあ、ここでちょっとリザードンを呼び出ししまして、ほい。ピカチュウいけると思ったんやけどな、つら。自分を攻撃しろ、自分を。お、お、お、いいぞ、いいぞ。ちょっとでもね、体力を減らしてくれれば。竜の怒り。めっちゃほぼ効かんやん。ほぼ効かんやん。あ、与えてください。これ結構いくんよね。つらいな。激凛一発なんか、ピカチュウ。それはちょっときついぞ。でもまあ、でもこのね、傷薬、数的には多分余裕やし、あと海竜一匹だけやけん。と、大文字とかでいけるかな。お、ナイス。めっちゃなんかさ、色合い一緒じゃないにしても。ほら、翼の中の色も一緒やしさ。大文字。ああ、そんなに焼かれてくれない。そんなに焼かれてくれない。これはもう地道に行くしかないんかな。エアスラッシュ。でも相手多分飛行タイプも入ってるけんな。微妙やね。めっちゃ微妙やね。耐えれる、耐えれる、リザードン。あ、微妙に耐えた。これ次のターン私が行けたら、よし、いける。イエーイ。最後ゴリ押しっていうね。う、悔しいが、君のポケモンの腕は本物だ。ありがとう、認められた。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。アユナ、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいとこだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。
そのトレーナーは、誰？大木戸博士？マジで？やあやあ、アイナ。渡るくんに勝利おめでとう。なんじゃそんなに驚いて。いや、タイミング良すぎたようです。アイナ、君が戦うのは、大木戸博士。ではないんや。しげるだ。彼は君よりも早く、俺たち四天王に勝った。今や彼こそポケモンリーグ真のチャンピオンなのだ。その通り。これまでは四天王全てに勝ったトレーナーをチャンピオンとして記録していただけだった。だがこの度、チャンピオンを正式にポケモンリーグに置くことになったんじゃ。博士は新しいチャンピオンの誕生を見届けるためにいらしたのだ。ロケット団の事件を解決したアイナや、シゲルならふさわしいだろう。さあ、向かうがいい。決戦の舞台へ。マジで？あ、なんかカイリュウめっちゃ喜びよった。かわいい。とりあえず回復を。ちょっとピカチュウがね、瀕死だからね、満タンの薬使っていこうね。大木戸博士もしかして回復してくれたりとか、せんか。満タンの薬やったこれ。違う、元気の塊や。はい。びっくりした。もうここから先はアイテムは使えませんとかかと思ったやん。びっくり。それと、すごい傷薬を。もうここで終わりやと思ったのにさ、何？やめてよ、そういう変則的なパターン。はい、不思議花。じゃあ次はあれ？私は、シゲルか。グリーンじゃなくてシゲルか。勝ったんや。すげえ、私に負けたのに。言うけど。いた。なんちょっと偉そうな感じで立っちゃって。ついさっきよ、私に負けたの。どうも。あれからどれぐらい強くなったん？あっという間に。よかった。来てくれたのがアイナで。俺、四天王に勝ってチャンピオンになったんだぜ。博士の話聞いただろ？チャンピオンはこれからポケモンリーグでたくさんのトレーナーと戦うことになるんだ。初めての相手がアイナでよかった。もう冒険は終わりということですか？俺のこれまでの全てを一番ぶつけたいトレーナーだもんな。チャンピオンの座をかけて、勝負だ、アイナ。来いよ。しかし私はチャンピオンは辞退させていただくので、じゃないとね、チャンピオン不在ということになってしまうんじゃなかろうかと。チャンピオンのシゲルが勝負を仕掛けてきた。なんかムカつくな。なんか一匹増えた？ポケモン。お、ピショット。ピショットとか持っとったっけ？持っとったか。そこは持っとったか。よし、ちょっと早速ピカチュウで。さっき復活したばかりのピカチュウで。いきます。まあ、でも言うて、レベルは、なんか、はるかに上がってない。どうした？待って、なに？メガ進化？メガピショット。ピショットに、メガ進化？マジで？そう、でも今一つだから、何のポケモンでも使えるわけじゃないよね。だって私なんか、ちょ、当たれよ。あと2回しか使えんのよ。くわー。辛い。雷。早く。よっしゃ、いけい。雷。あー、一発じゃない。マジで？あー。耐えた。いいよ。ちょっとでもね、耐えてくれたら回復できるけん。だってもう元気の塊あと1個しかないやろ。あと1回しか復活できんけんね。完璧に死んでしまったら。ナイス。みんないいね。反射神経が超絶鍛えられとるね。電気ショック。よし、いいぞ。なんか炎みたいな感じやね、色合いが。よし、次はラフレシア。はい、入れ替えるよ。リザード。リザードもメガ進化させれたよね、私確か。じゃあ今までとりあえずカメックスと不思議だね、じゃないわ、不思議花をメガ進化させてきたけん。できんやん、リザード。マジでできんかった。あ、できる。ちょ、やろう。で、この XY って何？
あ、両方使えばいいってこと？あ、違うやん。どっちかしか使えんの？なんかよくわからんけど、メガの方使うね。そういうもんなんかな。わからんけど。イエーイ！え、なに？全然違う。え、見た目全く違うんやけど。誰君？超かっこいいんやけど。いや、リザードンもかっこよかったけど。え、めっちゃかっこよくない？やばー。全然炎タイプっぽくない。超かっこいいやん。あ、しかもレベル上がった。レベル63。いいね、いいね。次は誰？ガラガラか。うん、ここで活躍してもらったけど、ガラガラってことは入れ替えるしかないよね。うん、入れ替えます。これ一回引っ込めたらもうあれなんかな。その戦闘中はずっとこの形状形状。ちょっとよくわからんねえけど。めっちゃかっこよくなかった、さっきのリザードン。やば。かっこよすぎやろ。てか、やっぱりポケモンは変わらんねやね、持っとるポケモン。一匹何が増えたの？ダブル光線。お、あと一回、あと一回。弱い弱い。いけ、バブル光線。あれやね、なんか不思議花も、あとカメックスも、メガ進化微妙な感じ。え、不思議花メガ進化したかな。なんか自信がなくなってきたけど。でもかっこいいのは、ライチュ？いや、ここは入れ替えていかんと。ゴローンでいこう。あ、やっぱなんかマークついたままやったね。ってことは、この戦闘中はずっとあの形状なわけや。なるほど。あれ、Y の方やったらどんな感じになるんや。一緒？ちょっとわからんねえけど。それともなんかその後でプラスして、あれもやるってこと？岩落とし、岩なだれの方が良かったな。ポカン。塩っぽい感じ。なんかね、コントとかで上からたらいが落ちてきましたぐらいの感じじゃない。岩なだれ。やっぱこっちの方がね、勢いあるよね。お、ヤドラン。怖い、入れ替えてカメックスでいきます。あと1匹かと思ったけど、あと2匹か。ほい。ヤドラン持っとったかな。ここが増えたやつ。あ、てかピカチュウで行けばよかったかな。あ、ピカチュウで行くんよ。なんでここ出した私。ちょっと待って、カメックスを出した意味がわからない。なんでピカチュウ出せよ。ちょ待って、入れ替える。いや、私普通にあれよね、言葉でもカメックスって言ったよね。なんだ、混乱してるのか。ピカチュウだよ、ピカチュウ。しかも普通にバブル光線まで出したし。え、何があった？判断ミスも判断ミスやろ、ちょっと。耐えて。さあ、ここで、10万ボルト。あと1回かな？ 2 回ぐらいかな？あ、これどう？耐えれる？ありがとう、ピカチュウ。愛の力やね。ってことで、ちょっと回復します。待ってナイスよ、ピカチュウ。まあ、傷薬も十分持つやろうけん。よし、行こう。水タイプの技。あー、ちょっと待って。思ったよりも強力なんですけど、全然効かんって言おうとしたのに。怖いよ、水タイプ怖いよ。あ、でも不思議花でもいけるんか。とりあえずピカチュウで行こう。やめて、波に乗らないで。波に乗らないで、ちょっとビッグウェーブ。いけ、10万ボルト。これいけるかな。
おお、いけたいけたいけた、やったね。さあラスト、ラストは誰だ。あ、ギャロップが持ってなかったんか。なるほどね、入れ替えます。じゃあここでカメックスやね。行こう。今度は判断ミスしてない。 OK OK、 もう一回考え直した。ちょっとですけど、何ギャロップ捕まえてきたん。にしては結構レベル高いけど。何フレアドライブってかっこいい。しかし大丈夫。あー、やけど大丈夫か。頑張って、バブル光線。わー、一発ではいけんかったか。まあでもここでどう、向こうのターンかな。あ、回復された、回復されたよ。やめてよ、せっかくやったのに。あ、やけどまで根性で治るのすげえな、不死身だね。じゃあ回復させよ。さあこれで今度こそとどめをね、刺してやろう。多分1回で1回しか、1回で1回、1回の戦いで1回までしか回復せんやろ相手は、っていう勝手な予想。そういう決まりがあるんかどうかは知らんけど。バブル光線、お、そっちが先か。しかし耐える。はい、オッケー、いけバブル光線。よし、さあこれで全て倒した、倒したよ。お、ピカチュウレベル63。認めるよ、アイナが世界で一番強いトレーナーだ。な、ここに言われたらムカつくな。はあ、短い天下だったぜ。これからはアイナが新チャンピオンだな。俺の新しい目標ができた、アイナ。お、なんでしょう。とうとうやったな、ポケモンリーグ制覇。心からおめでとう。初めてイーブを捕まえてポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べると、たくましくなったな。いやいや、アイナは大人になった。シゲル、最後まで諦めずよくやった。お前の戦い方、ポケモンやアイナに優しい気持ちがありすぎて、そのちょっとの隙で負けたのかもしれんな。二人とも素晴らしい勝負じゃった。はい。アイナ、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことをお前は分かっとるな。アイナとポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それではアイナ、わしについてきなさい。なになになに、なんか手続きみたいな。おお、お本、おめでとうアイナ。あ、殿堂入りってことか。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して戦えるフロアである。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。アイナ、お前は激しい戦いの末、リーグチャンピオンとなった。ここにアイナの名前とポケモンたちを記録しよう。めっちゃ積極的に行くね。おー、活躍した6匹のポケモンたち。よき。殿堂入りおめでとう。やったね。リザードンレベル63。レベルも同じ、一緒に登録されていくんやね。カメックスレベル62、ゴローンレベル67、ピカチュウレベル63、不思議花レベル63、ミュウレベル64。いやー、イーブイが登録されないっていうね。頭の、あ、でもこれ、あれ？もしかしてアイナと一緒に EV が記録されたりとか、そういうパターン、そういうずるいパターンですか。お、マサラタウンに戻ってきた。なになになに、どうした。なに、草食べに行った。
花摘んできたね。なるほど。そういうことね。お母さん用かな。めっちゃいい子。お、そしてイーブイ。おや、イーブイから何かプレゼント。おお、ありがとう、用意してくれたんやね。小さな花束、ただ一人のトレーナーへの気持ちを込めて一生懸命作ったささやかな花束。ありがとう、かわいいよイーブイ。相変わらずかわいいよイーブイ。自分家に戻ってきたんや。私のニュースとかしてない？全然してないやん。ニュースかかってないし。お？お邪魔しまーす。おーい、アイナ、上がるぞ。もう上がってきよりやん。おはよう、関東チャンピオン。って言っても今度は俺がその座を奪いに行くけどさ。それより、アイナ聞いた？なんかすっげー強そうなポケモンがいるらしいって。なに、どんなポケモン？めちゃめちゃ強くてかっこいいポケモンらしいぞ。そのポケモンがいたのは花田シティの近く。で、どっかの洞窟に逃げちゃったらしい。ってことは、岩山トンネル？なあ、俺たちもそのポケモン探してみないか？どっちが先に見つけるか競争だ。行きたい。てか、ぜひぜひ捕まえたい。お久しぶりお母さん。アイナ、ポケモンとの旅楽しそうね。楽しいよ、チャンピオンにもなったよ。いい天気だな。チャンピオンになって自分の世界が広がった。どこでもリザードン、ん？どこでもリザードン、プテラ、カイリュウと空高く飛べるようになってどういうこと？世界が広がってるとこ、ちょっといいかな。世界が広がってるとこ、ちょっといいかな。何その独特な感じ。僕のこと覚えてる？一番道路のタイツさ。めでたくチャンピオンになった君にお知らせがあるんだ。一つのポケモンを極めた存在。マスタートレーナーズが関東各地に現れたよ。まずは EV マスターに挑戦するのがおすすめ。やつならポケモンロードにいるぜ。詳しいこと聞きたいならまた僕に話しかけてね。ふんふんふん。世界が広がってるところちょっといいかな。ツボなんやけど。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはさ、四天王たちみたいにずっとあそこにあるわけじゃなくって、挑みに来た人が現れたらあっこに行く感じ、呼ばれる感じ。そういう仕組みですか。